なんです。今回 BOCW ニュークタウン尽くしのキルコンハウンド途中参加で入ったんだけど、最初からみたいでね、良かったですね。これ最初からみたいでね、今回も引き続きこの星の南のクラスで DMR14 R1 シャドウハンタースティムショットセムテックスフィールドマイクのクラスで、あの異なる10マッチでね、あの素早く2連続キルチャレンジで CRV 獲得していきたいと思います。はい、頑張るぞ。この試合で終わるんで、これで15マッチ目です。あ、10マッチ目で終わりっすね。敵の偵察機が接近。あ、ちょっとダブルキル、ちょっとダブルキル終わらんな。ちょっと早く終わらせたいんですけど、スモークが邪魔だっつうの。固まってないからな。右側にいっぱいいるのか。敵を撃破した。ああ。ダブルキルならんな。困るよこれ。あ、行くな。オッケーオッケーオッケー、終わった、やったぜ。あれ、やった、 CRB 解除だ。バッチグーですわ。やった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 。セムテックスを投げる。セムテセックス、やったぜ。RC ラジコンオンライン、ここじゃない。あ、今回右側に固まってるな、敵さんな。セムテックス、セムテックス、結構接戦で面白い試合だな。上空に敵の偵察機。敵偵察機ね。了解しました。後ろにいるね。後ろにいるの。あ、か。あ、敵これ浴び方だよな。何をしとるのよ。これ行こう。クロスボウ。セムテックスを投げる。なんかガスマインかなんか。お、特殊武器ハンター回ったよ。ターゲットを片付けた。EV ターゲットを排除した。警戒しろ。おお、迷彩無解除は申し分ない。あ、スモークやってる。適正ターゲット発見。バッチリだわ。はい、いるか。あ、ここか。あ、あれ、一瞬味方と思ったのよこれ。向こうに行ってないか。あ、向こう難しいんで、あ、やってんのか。エアパッドか。
セムテックス。勝ってるね、結構圧勝だよ。敵がスモール。死なんね。フィールドライン。フィールドマイクを展開。あ。あの男を狙う。何やってんのおめえ。そしたらこいつを。この畜生が。持ってはやっぱ勝てないですよ、やっぱり敵さん持ってるから。あ、セムテックスを投げる。いいっしょ。あ、ここか。どこを狙ってる。よし、ローズヒット。 RCX3 を展開する。びっくり、低速モードで。あ、よっしゃ。何やってんだこいつは。セムテックス。上空に敵の偵察機。だいたい右側から来るからな。こちらがリードしているぞ。格の違いを見せつけて。よしよし。キャパケいけるな。よっしゃ。キャパケじゃ。ギリギリだな。敵のハープが接近。ハープ、巡航いいね。オッケーオッケー。終わりだな。あ、終わり終わり。よしよし。この敗北が焼き付いたろ。圧勝したな。決着がついた。みんなよくやった。敵か。うまい。M16。M16 使ってる人多いかな。タクカで。終わったね。昨日結構8マッチ終わらしてるからね。めっちゃ上がるね。190、お、レベル94。結構やったな。後で見せるんで。これロビー抜けないといけないから。22キル20です。プラス2の比率 1.10 ね。特殊武器ハンターマルチプレイヤーで特殊武器を使用して500キルやったね。迷彩結構解除したな。2種類。チャレンジ完了。これね、異なる10マッチでタクティカルライフルを使用して素早く2連素早く2人以上キルで、タクティカルライフル新武器 CARV2 獲得にプラス 1000XP、 それぞれダブル XP なんで2倍なんで。これ特殊武器ハンターっていうのはマルチバレか。あ、結構やったね。これ期間限定のこれシーズン3のチャレンジも、これ次これやるんでね。近接武器でデイリーチャレンジのあの近接のチャレンジもあるから併用してやるんで。これ乗り物戦争っていうのはこれあの別のゲームモードでやらないと終わらないみたいで。
あ、死なずに10キルっていうのがあるんだ。あー、冷酷になってるんだ、最後。190でこれ今解除したから、チャレンジできるようになったからね。うん。今これもやってるんですよ、スナイパーライフルで。ロングショットとヘッドショット出さないと、これ進まないんですよ。結構、進んだね、オペレーター。あ、進んでねえな。これ今回これお、あ、どれが終わったんだったかな。スペシャルキルね、特殊装備を使用して背後から敵を切る。違うな。あ、これか。特殊武器を使用して25キル。だからさっきのチャレンジ あったでしょ。期間限定シーズン3の近接武器でダメージを起きずに切るのやつと、あと併用するんで、これね、これ5キルするだけでいいんで、バックスタバー取ればいいんで、背後から切る。やりましたね、ついに。こちらですね、 CRV2 中程度の火力に加え、反動制御と相談数が向上したバースト、中から長距離で効果を発揮。ついこれやるんで、使って早速やるんでね。結構解除しましたね、明細。これ2つ解除したのか。これか、死なずに3キルを15回。これ2種類解除したのかな。どうだったんだろう。あ、違うな、オールドなんとかと。これ迷彩と、あ、これですね、マルチプレイでオールドグロー、グロースっていうんだな。マルチプレイでスコアストリーク装備、またはフィールドアップグレードにより検知スタン視界不良になった敵を10キル減ったのね。33になってるな。あ、これもね、武器レベル、これマークスマン武器レベル最大になったら 5000XP 入るからね、でかいんで。今ダブル XP だからね、10000XP 入るんで、続きやっていくんでね。はい、今回星の実の実のクラスで、このDMR14 のファクトリーなんちゃらほんちゃらエピックに R1 シャドウハンターで、スティムショット、セムテックス、フィールドマイクに、パークはね、エンジニア、タクティカルマスク、ギアヘッド、リストック、コールドブラッド、スパイクラフトにパークグリードで、スコアストリック構成が RCXD 偵察機、ケアパッケージというカスタムで、ニュークタウン24分の7のキルコンファームドの試合でね、この DMR14 使って異なる10マッチで素早くダブルキル、素早く2人以上キル達成で、この CRV タクティカルシーズン3でね、追加されたタクティカルライフル新武器のね、この CRV2 獲得しました。あと、よろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。